長谷川吉重9月30日隊は、日本の銀行家、山形銀行代表取締役陶取、一般社団法人山形県銀行協会理事、会長、山形県 EU 協会会長、公益財団法人山形美術館評議員、2013年乱事法省受賞、山形銀行陶取、会長を歴任した長谷川義郎の長男として、 山形県山形市に生まれる。山形県立山形東高等学校を主席で、卒業後、東京大学に進学する。在学中は、東大紛争の真っただ中、学生生活を送り自治委員も務めた。もともとは、天文学者を志望していたが、父の影響もあり、経済学部に進路を変更し卒業する。1973年、住友銀行に入校。 調査部に長く在籍しあまたの企業を訪問したほか、出向も経験した。また、墨銀発行の経済月報誌には、数度にわたってレポートも執筆した。1985年山銀に転じ入港20年目となる2005年6月、満を持たして頭取に昇格した。頭取就任以来、公私ともに忙しくまとまった休みはない状態だが、これは、 長谷川家に生まれた者の,の宿命とありきりながら銀行頭取というものは誰しもこんなものではないだろうかとも述べる。支店長 OB が亡くなれば葬儀には極力自身が参列するようにし、後員 OB が亡くなれば在住近隣支店から後員が葬儀に際してはお手伝いに伺うことにしている。そこまで面倒を見る。後員を大事にしていきたいと語る。 4年生大学卒業の女子には就職先として山銀は人気が高く日本経済新聞の東北企業就職先ランキングではベスト5の常連である。すでに女性の支店長は2名活躍しているが家庭を持って子育てをしながら支店長職を務められる女性行員を作るということが目標である。ドイツ証券を経て2017年9月に 山銀に入校し、21年6月上務に昇格する、長谷川泉は次女。バイオリニスト堀米ゆず子はいとこ。ありがとうございます。